代から50代の女性の方におすすめのダイエットフードをお伝えしていきます。この動画では1、なぜ40代から50代の女性が太りやすいのか、2、何を食べれば痩せるのか、3、ダイエットフードをランキング形式でお伝えしていきますね。ぜひ最後までご覧いただきましてお役立てください。それでは早速本題に入ってまいりましょう。1つ目、なぜ40代から50代の女性が太りやすいのか。そのポイントはこちら、女性ホルモンの代表エストロゲンにあります。で、理由はですね、40代や50代になってきますとこの女性ホルモンがもうどんどん減少してしまうからなんですよね。で、例えば最近なんか太ってきたなとかですね、またお腹周りやコレステロール値が気になるとか、で最近受けた健康診断で先生から痩せてくださいとね言われてしまいましたとかね、思い当たることないですか？それはなぜかというと、この女性ホルモンの減少がやはり大きく私たちはですね関係してきている、まあ、年代なんですよということなので、なぜその女性40代50代の女性が太りやすくなってきているのかというと、今お伝えしましたこの女性ホルモンエストロゲンの減少が原因なんですよということです。では2つ目です。何を食べれば痩せるんでしょうかということなんですけれども、それは大豆イソフラボンになります。理由は先ほどこの1でお伝えしましたこのエストロゲン、女性ホルモンと同様の働きをしてくれる食品ということになるんですね。ですから例えば女性ホルモンがどんな役割を果たしてくれていたのかということなんですけれども、まず私たちの脂肪をね燃焼してくれる効果があったりとか、あと内臓脂肪をこう溜まっていくのをですね抑えてくれる働きもこの女性ホルモン、そして悪玉コレステロールを抑えてくれていたのも女性ホルモンなんですよ。ですからこういった 1,2,3 の効果がどんどんホルモンが減少することで失われていってしまっているというね、まあ、悲しいんですけども、でも私たち女性は諦めてはダメですよね。でしたらこの働きと同様に働いてくれる食べ物を上手に取り入れていけばいいわけですよ。それが最高におすすめなのが大豆イソフラボンなんです。では3つ目です。先ほどお伝えした大豆イソフラボンを多く含んでいるダイエットフードを今からあなたにランキング形式でトップ3という形でお伝えしてまいります。今回は私生協さんで購入してまいりました。で、お近くに生協さんがなくてもどちらのスーパーでもちゃんと気軽に簡単に手に入る食材を選んでまいりましたのでご安心くださいね。では今回私が選んだ第3位はこちらです。コープ国産素材、大豆の美味しさそのまま、国産大豆の無調整豆乳です。で、こちらは国産の福豊大豆を 100% 使ってくださっている、もう無添加の豆乳になるんですね。で、豆乳はやはり無調整を選んでください。なぜかと言いますと、調整豆乳を飲んでしまうとですね、もういろんな添加物、もう余計なものがいっぱい入ってますし、たまにこの無調整豆乳であっても余計な添加物、あの香料とかですね、あの国産じゃない大豆とかいろいろ入ってます。有機大豆じゃなかったりありますから、そういったところもポイントで選んでみてください。で、私すいません、こちらとお値段が書いてあるレシートを忘れてしまいまして詳しくお伝えできないんですが、200円しないです。200円しない程度でこちらが1リットル入ってます。で、こちら豆乳のですねダイエット効果は先ほどお伝えしたその大豆イソフラボンがね豊富ですよということなんですが、それ以外にもたくさんあるんですよ。ちょっと見ていきましょうね。まずあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌になるオリゴ糖がねいっぱい入ってます。そしてその結果便秘解消にもなって代謝が上がって燃えやすい体にもなる。そしてタンパク質がしっかり含まれていますから筋肉の材料になって痩せ体質になりやすい食材、スーパー
ダイエットフード豆乳を第3位に選びました。もし今あなたが牛乳を飲んでいらっしゃれば、今すぐやめてください。牛乳の代わりにもう今日からもう今すぐ豆乳、無調整豆乳に切り替えていただくだけで、こちらダイエットフードに早変わりしますよ。ではランキング第2位はこちらです。西京コープの国産素材大豆ドライパック、北海道産大豆使用です。こちら1パックあたり 60g 入ってまして、エネルギーが 110kcal、 そしてタンパク質が豊富です。 9.6g も取れるんですよね。そしてこちらはですね、嬉しいのが、なんといってもその北海道産の大豆であることなんですよ。そしてこのなぜこのドライパックの大豆、蒸し大豆を2位に選んだかという理由なんですけれども、先ほどお伝えしました豆乳と比べると、やはりですね、もういろんな野生成分が、ね、豊富になります。やはり大豆丸ごと取れるわけですから、豆乳よりはもっともっと、先ほどの大豆イソフラボンもそうですし、タンパク質もそう、そして食物繊維もそうです。もう豆乳と比べたらもう格段に含まれているのがこちらになります。で、私はですね、ちょっと前後になりますが、この豆乳は豆乳ヨーグルト手作りで作っていますから、その時にもうしょっちゅう使うから、もう本当にね、あっという間になくなってしまうんですね。で、豆乳ラテとか、豆乳でですね、ホットで飲むとさらにダイエット効果が上がりますから、ぜひ冷たい豆乳ではなくてホットで飲んでみてくださいね。そしてこのもうドライパックの大豆はしょっちゅう使いますね。もうこのまま実はおやつとしてもポリポリ食べることもありますし、サラダとかお味噌汁とか、もうとにかくトッピングですよね。もう何でもいいので、もう本当にね、何でもお野菜とか味噌汁とか炒め物とかですね、スープとか味噌汁とかも何でも入れます。すごく便利ですので、ぜひあなたも役立てくださいね。そしてここから堂々の第1位はこちらです。コープの高野豆腐です。こちらはですね、もう一押しのダイエットフードになります。私がこの高野豆腐をなぜ1位に選んだかという理由は、もう今までですね、お伝えしてきたもうダイエット効果が高野豆腐になったことで、もうギュッと凝縮されている、もうスーパースーパーダイエットフードになっているからなんですね。もうとにかくこの高野豆腐は、その大豆イソフラボンの、まあ、そういうタンパク質の成分の中でもレジスタントタンパク質というのがめちゃくちゃ入ってるんです。なのでもう一押しというのはそこですよね。そして大豆イソフラボン、カルシウム、ビタミンやもうマンガン、もういろんなですね、要は栄養素、まあ、ビタミンやミネラル系が高野豆腐になったことで、もう何十倍も増えるんです。ですからもうたったこのもう一かけでもお豆腐を何個食べないといけないですかという、まあ、そういった形になりますので、もうまずはとにかくですね、高野豆腐を日頃から上手にお食事に取り入れていただくことで、あなたはその女性ホルモンと似た働きをしてくれる大豆のそのイソフラボンのですね、効果をこう吸収しながらですね、いつまでも元気で若々しく、そしてスリムになっていただきたいなと思って第1位に選びました。そして最後にお値段なんですけれども、第2位のこのドライパックはですね、116円でした。そして第1位の高野豆腐は、こちらが1パックあたり 165g 入ってまして、10個入りなんですけれども、248円なりでした。ご参考にされてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことで心も体も元気いっぱい、もうキラキラ輝く女性を世の中にたくさん増やしていきたいなって思いで毎日配信しております。ぜひこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。ご登録いただきますと、毎日私からのこの動画レターがあなたのもとへ届きます。ぜひご登録してお役立てくださいね。またこのチャンネルが役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、もどんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。